M21 はいて座にある三階星団。青い星を多く含む若い星団である。八等級の星が1個、九等級が4個と明るい星が少ない星団である。条件が良ければ、肉眼でも発見できる。双眼鏡では数個の星がコンパクトにまとまっていて、M20 や M8 と同じ視野に見える。合計10センチメートル程度の望遠鏡から、 星団らしい姿を楽しむことができる。消防遠鏡で約50個の星を楽に見ることができる。中心部に三角形の星の集まりがあり、そこから星団の渦巻き構造を見る人もいる。M20 を土台として M21 を北端とする十字型の群れはウェップの十字架と呼ばれている。腕の曲がった十字型の星の一団である。1764年6月5日に、 シャルル・メシエが発見した。メシエは、前のものの近くにある星団。知られている星でこの二つの星団に、最も近いのは、イテザ11番星である。この二つの星団には八頭内子9頭の星が、含まれ、星雲上の物質に包まれていると記している。ウィリアム・ヘンリー・スミスはそれを受けて、メシエの有星雲状物質というのは、この星の集合を指していると記している。 ジョン・ハーシェルは、ジェネラルカタログに、とても多くの星からなり、星の集まり方のまばらな星団。9等から12等の星からなると記している。ありがとうございます。